はいこんにちは、レトスのおのです。8月13日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。お持ちの教材を使っていて、理解できないな。残り2ヶ月なのにどうしよう。そんな不安や焦りの気持ちはないでしょうか理解できていないまま勉強を進めても点数は上がってきません。理解できる部分はしっかり理解していきましょう。そのためにどうすべきか お持ちの参考書や予備校のテキスト、問題集の解説の中には、理解すべき内容まで書いていない場合がほとんどです。そのため、理解学習を実践するには、ネットで調べて勉強する必要があります。権利関係であれば、弁護士さんとか、法律事務所のサイト、法令上の制限であれば、国土交通省、都道府県、建設業者さんのサイト、税金関係であれば、国税庁や税理士さんのサイト、 こういうふうにネットで調べた方が細かい内容が分かりやすく載っている場合が多いです私自身独学で勉強をしていた時は上記のようにネットで調べながら理解していきましたただ試験2ヶ月前となった今上記のように調べるには時間がかかりすぎますこれから2ヶ月間毎日6時間7時間勉強できるのであれば何とか間に合うかもしれませんがそこまで時間を取れないのであれば是非弊社の予想をもし試してみてください 上記調べなければいけない内容が解説に記載されていますだから調べなくても弊社の模試を行うだけで理解学習が実践できるわけです弊社の予想模試は実力を試すだけではなくて実力をつけるための模試になっています先に弊社の模試を行っていただければその後、市販の模試や過去問の解説に弊社の模試で勉強した理解の仕方とか考え方を使えたりするんですね 実際、弊社の模試の解説をテキスト代わりに使う方もいらっしゃるぐらいです。もし今年絶対合格したいという強い気持ちがあるのであれば、ぜひ弊社の予想模試で合格力をつけてください。で、お盆の期間も即達で郵送いたしますので、すぐに模試で実力をつけていただけます。模試については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。A が、 A の費用者 B の行為につき C に使用者責任を負う場合は C の B に対する損害賠償請求権が消滅事項にかかった場合 A は事項を掩用することにより C に対する損害賠償義務が消滅する丸か×かという問題ですえ考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは×えですね A が使用者で B が被用者 A が会社で B が従業員といったイメージですねで C が被害者という状況ですで使用者責任が認められる場合被用者と使用者の損害賠償責任は連帯債務の関係にあるんですねつまり被用者も使用者も被害者に対して全額の損害賠償義務を負うんですよでたとえ一方が消滅事項にかかったとしても それにによよっってて他方の債務はは消滅はしません。つまり C の B に対する損害賠償請求権これが消滅したとしてもつまり B さんの債務がなくなったと時効によってなくなったとしても A さんの債務は時効によってなくなるってことはないんですねつまり A は損害賠償義務消滅しないんですよ従って誤りだということですそしてこのレベルの問題が合否の分かれ目になると言える問題です えこの辺りをしっかり理解しておくと合格につながりますし逆に理解できていないと類代で失点してしまって不合格の仲間入りになってしまいますなのでしっかり理解をしておきましょうで今回は無料なので理解の仕方まではお伝えしていないんですけどもあの理解の仕方までぜひですね頭に入れておきましょう調べて頭に入れるってことまでやっておきましょうで個別指導については理解の仕方までお伝えしておりますので受講者専用のメルマガから理解の仕方をご確認くださいでは問い2です 不正手段により免許を受けた者は300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの陛下に処せられる丸か罰かという問題です答えは丸ですね不正手段により免許を受けた者無免許で宅検業を営んだ者名義貸しをした者業務停止処分に違反した者、まあ、この4つに該当する者っていうのは300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役 またはこの陛下この陛下っていうのはどっちも受けるということですねこのどっちも処せられますしたがって答えは丸ですでちなみにもし宅建業者法人だった場合っていうのは1億円以下の罰金になりますので、まあ、この点もですね合わせて覚えておきましょうで問い3ですね勘違処分は施工者の勘違計画において定められた関係事項を広告してするものとされている○か×かという問題ですね で今回の問題は、広告して行うものとされている、この広告が誤りですね、答えはこれ通知、これが正しいです。監視処分っていうのは、施工者が関係権利者に、監視計画において定められた、えー、内容を通知して行います。で広告っていうのは、まあ、広くみんなに伝えるって話なんですよ。つまり、この関係権利者以外の人にも伝えるっていう形になるんですね、広告だと。でそうじゃなくて、関係権利者に直接通知して、この人たちだけに、えー、お知らせをするんだと。 これが正しいんですね。で、まあ、これについてはね、あの、知ってる人も多いと思います。つまり、幹事処分は通知して行う。まあ、これよくあの取材されるポイントだから、ここを覚えてる人は多いけれども、関連ポイントについては覚えられていない人も多いんですね。で、個別指導については、その点について理由をつけて解説していきます。そして、今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、 市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのかまたどうしたらこれから合格を目指すことができるのかそこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。